はい、コツの大趣味部屋へようこそ。今回はね、前回も、また、予告しました通り、今回はね、ちょっとガンダム関連の、お話をさせていただこうかなと思います。まあ今ねこういう風にガンダムチックにね、並べてますけれども、実はね、今週末ですね、はい、今週末に、とあるね、ガンダムフィギュアが、出ます。はい、そちらをね、ちょっと購入する予定なんですが、まあ、一応ね物っつうかねそれが何かっていうのを教えましょう。はい、こちらですね。はい、ガガン、はい、ニューガンダム、はい、ニューガンダムの解体ショー機。はい、これは新ブランドですね。はい、バンダイの新ブランド。これはね、大きさがかなり大きいんですよね。うん、でボリューム感もすごいあって、価格が、10万円というね、はい、とんでもない高額なんですけれども、はい、一応ねこれ予約開始日になんか発表して、で予約開始して即完売したっていうね、恐るべき、モンスター商品ですけど、はい、こちらをね、一応自分もね、その予約日当日の時間にね、スタンバってたんですけど、30秒で売り切れました。はい、ということでね、私予約できねえなーと思ってね、いろいろちょっと調べてたんですけど、やっとね、あのとある場所で予約ができるという情報を聞きつけてね、はい、で予約しに行って、とりあえず打ち金って感じでね、数万円ほど、入れましたが、まあもうよほどのことがない限りは多分買えるんじゃないかなと思うんですよね。うん、まあまだ、ね、連絡が来てないんでね、うん、そのキャンセルしますっていう連絡が来てないんで、多分確保できているとは思うんですけれども、はい、でとりあえずね、土曜日に受け取りに行こうかなと思っています。はい、でね、この商品は、かなりボリュームあるんで、次の日か、月曜日になっちゃうかもしれない、紹介が。うん、でも必ずね、レビューはさせていただきます。はい、まあ、一応ねこれ中パーッと見ますけれどもね、はい、こんな感じ、解体という名のビルド。はい、まあ、これはねパンフレットなんですけどね、はい、まあ、こういう感じでね、いろいろとねすっごい手間かけてるみたいですよ。これ繰り返される解体、まあ、こういう感じでね、パーツ数がすごい細か、すっげえ細かい、これで腕の部分とかもねすっごいねメカメカしいよ、ほんとこの足とかすっげえな。それはかつてない領域。はい、いやこれすごいね、ギミックがすごい満載らしいですね。シールドがねかなりこれ印象的ですよね。原作にはない構造ですね、このシールド。
菜食とマーキングって言って、これね、すんばらしい。でバズーカがね、これハイパーバズーカがこれ折りたため式で折りたためるっつうのはすごいよね。こう言ってね、台座がこうベース、そういう感じになってますね。ハンガーって、整備ハンガー付きみたいな感じでね、専用台座がこうやってね、コックピットまでハンガーが伸びてこうね、で発光ギミックも搭載しているというね、コックピットとかね、カメラ、カメラアイ、素晴らしいね。比類なき善也、あーすごい。はい、こういう感じでね、ハンガーにやると本当すごいね。でね、これ注目すべきは、この発売日の前日に予約が開始となる、フィンファンネルですね。こちら。こちらがプレミアムバンダイの、受注生産という方でね、一応これも欲しいんですけどね、なんとこのファンネル、これ単品で、このセットだけで 27,500円。めちゃんこ高い。これ一つでね、ガンダムのメタルビルドシリーズのフィギュアが買えちゃうっていうぐらい。すっげー高い。で、これね、ダブルフィンファンネルにもできるんですよね。背中に。だから、それを考えたら、これを2個買わないといけないんですよ。ダブルフィンファンネルにするには。そうすると5万を超えるっていうね、恐ろしい。はい。まあでもね、ほんと、これはね、ファンなら買いなんですけれども、本当ね、手に入んないみたいですね。結構、お店によっては当日販売分なかったり、あっても、なんか1個か2個とか、そんぐらいらしいですね。いやまあ、大体ね、もうこういうの転売屋の餌食になっちゃうんですけどね。うん。まあ、それが、ちょっと、残念なところなんですけどね。いやー残念だな、ほんと。これ皆さん知ってます？唐突ですけど、皆さんこれ知ってますかね。これなんかね、こうめちゃくちゃ人気があるガチャガチャみたいなんですよ。電話機ガチャガチャ、これねすげえ人気があってすぐ売り切れちゃうらしいんですよね。で自分もあって1回だけやったんですけど、まあ普通にこの黒電話が出ましたね。いきなり全然違う話持ってきちゃってくださいませんね。あのね、まあ、ラインナップはこうなんですよね。はい。普通の緑電話、黒電話、で、緑の違う方、はい。で、赤電話。で、まあ、レア枠として、デュエットホンって言ってね、3人で会話ができる電話機。で、ゴールド。金色の公衆電話。はい。このね、6種なんですけどね、まあその中で自分が出たのはこの黒電話ということでね、はい、いやー金色かデュエットホン欲しかったな。めっちゃリアルこれ。最近ね、あの電話機知らないっていうね、若者が増えてきてるっていうのはね、
なんか年食ったなと思っちゃいますね。はい、ということでね、全くもって関係ないんですけれどもね、はい、いきなりガチャガチャの、紹介しちゃいました。はい、ということでね、まあ、土曜日買えるかどうか、まあ、まだわからないんですよね。確定ではないと思うんだけど、まあ、買えた時にはね、まあ、日曜日か、早くて日曜日、遅くともね、月曜日にはレビューさせていただきますんでね、ぜひこの機会に、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。